願寺文化交流財団は京都から日本の文化と心を世界に伝える日本最大最古の歴史を持つ公益法人です。さて皆さんは経営が安定した企業を就活の条件としてお考えでしょう。当財団は公益活動の原資となる財源を自ら作り出し、約12億円の年商を上げるほか、財団の中でトップクラスとなる資本金約300億円により安定した自主財源を確保して、外部からの助成金に頼らない健全経営を続け、全国で2万以上あるとされる財団法人のモデルケースとして高く評価されています。また男女年齢を問わず業務の第一線で活躍する誰もが主役の職場です。職員数50人弱の少数精鋭だからこそ、歯車の一部ではなく自ら考え行動する、そんな人材で活気に満ち溢れ、部署の隔てなく全員で日本文化を牽引しています。